はい。どうも、サトチュんンチャンネルでございます。この動画にね、もうたびたび紹介してますけどね、この U モバイル。ね、あのー、今月をもってね、私、トライアル期間が終了後となります。えー、無料期間がね、2ヶ月間なんですけども、ついに終わっちゃったんですね。はい。ということで、LTE 使い放題。ね、まあ、月額2480円かな。 それ無料で使いましたけども、今月で終わり。ということでね、えー、私もこれにて契約終了ということになりました。はい。お疲れ様でございました。えっ、ー、とね、まあ、ちょっとね、あのー、今の現状の通信速度の方、これ見ていきますかね。えっ、ー、と、これ、じゃあ、えー、いつもの、オクラのスピードテストね、はい、定番ですけども、まぁ、あ、どんな感じになるかね、ちょっと、 と皆さんに確認していただこうかなと。はい。これも,もうよくやってますね。はい。ピング58。ね上り改善がどうですか ?120? これ LT 使い放題ですよ。160kbps。でもまあ、上りはね、やっぱ早い。6メガ超えてますね。はい。上りはもうバリバリです。 いや、格安 SIM でね、こんだけ出りゃいいだろうって話なんですけどね。でもね、やっぱりね、ダウンロードが早くないと、ちょっと一般の方にはね、ちょっと使えないですよね。動画見たり、ウェブブラウジングしたり、ね、アプリで遊んだりっていうのはね、やっぱちょっとこの回線の速度だとね、ちょっときついと思います。はい。まあ、ただね、登りがこんだけ早いんで、まあ僕みたいな動画投稿者としてはね、 これはこれで魅力的なプランではあるんですよ。はい。じゃあね、続いては YouTube アプリ開いてみます。どんな感じかなこれでも見れんのかねうん。さーて、これまあ僕の動画なんでね。ちょっとまあさっきチラッと見てたんですけども、どうでしょうか。ねえ、160kbps? なんだけど、どうすかね。やっぱちょっと読み込み時間かかるかなうん。 くる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 しておりますけれども。一応サムネイル、他の動画ね、関連動画の、いろいろ出ますけども。あ、ああ、ごめんごめんごめん。CM 入っちゃった。CM 入っちゃった。はい。広告スキップにしてね。んこれ動いてんのかな 声は出ないけど <laughs>。あ、出た出た。あ、見えてますね。はい。あ、動いてる動いてる。はい。とりあえず、なぜか知らないけど動画が見えるんですね、これね。これが不思議。えー、こういうね、YouTube のね、アプリはなぜか強いんですよ。あの、一応ね、通信速度上では 160kbps なんですけれども、 えー、なぜか YouTube のアプリで動画は見れる。まあ、ただこれ 144p の画質ですけどね。結構バッファーも余裕で来てますね。はい。240p でもいけるかもしんないね。この調子だとね。えー、そんな感じでございます。はい。というわけでですね。あの、まあ、今現状ね、トライアル期間でこの LTE 使い放題っていうプラン、2480円のプランを、まあ、無料でね、 え、契約しておりますが、まあ、これはね、先ほども言ったように、今月をもって契約終了となるんですけども、えー、来月からですね、実はこちら、1ギガプラン、790円のね、えー、プランに契約を切り替えることになりました。はい。まあ、要は契約継続ということですね。はい。まあ、あの、さっきね、スピードテストもしましたし、リューモバイル、あんまり評判よろしくないのに、どうしてと、 いうところなんですが、なぜかと言いますとですね、えー、この、ね、無料のトライアル期間ですね、2ヶ月間の。これね、もうすでに終了になっています。すなわち、えー、全員ね、あのもうあの無料期間が終わってるわけですね。となると、えー、ひょっとしたらですね、えー、これを機会に契約解除する人も増えるんじゃないかなと、えー、私ね、予想しておりまして、 8月から U モバイルの回線、早くなるんじゃないかなと淡い期待を抱いております、えー。無制限からね、1ギガに変更ってことでね、データ通信量が減って不安じゃないかっていうね、えー、お話もあるんですけども。実はこの U モバイルは、その高速通信をね、使い切っても、上り回線が早いままになってるんですよ。でですね、えー、こういう話があります。 はい。えー、っとですね。現状ね、うちの回線。えー、こちら、富士 Wi-Fi ですね。ソフトバンク系の。えー、こちらと、まあ、先ほど説明したね、U モバイル。この、まあ、フリテル例の中に入っていますけども。えー、この2回線を使ってね、じゃんじゃん動画を上げてるんですよ。で、どういうメリットがあるかというとですね、こちらの富士 Wi-Fi のプラン。100ギガプランなんで、あの、回線使用量に上限があるんですね。で、 ちなみにね、こちらのデータ使用量なんですけども、ご覧ください。はい。えー、今日撮影しているのは、えー、7月の、えー、28日金曜日。もうかなり月末の方ですけども、えー、データ使用量がね、6 5 1ヘルツ余裕しゃくしゃくなんですよ。1 0 0ギガまで、あとまだ3 5ギガもありますからね、この時,時期で、えー。もうほぼで月末に近いですけども、えー、これだけ余裕があります。で、 一方ですね、こちらの U モバイルはどうかと言いますとですね、データ使用量をチェックしますと、こっち。はい。えー、こちらですね、4 6 6 8ギガ u モバイルで使っております。え内訳を見るとね、まあ、Chrome と YouTube、あとカメラファイライブにね、まあ、データを使ってるんですが、まあ、これはなんでかと言ったらね、 えっと、動画のね、アップロード、それからライブ配信がほとんどなんですよ。えすなわちね、あのー、下りでね、まあデータをたくさん使うのはちょっとやっぱ気が引きますけども、あのー、空いてる上りだったらね、えー、42ギガ、ね。あ、もうちょっとあるか。えー、っと、46ギガか。ね。えー、もうこれ誰も使ってませんからね。せっかくだから有効活用しないともったいないですよね。はい。 で、えー、やっぱりね、えー、私ね、その契約を決めた、継続したね、理由っていうのは、ほ、まあ、他にもありまして、えー、やはりですね、U モバイルはなんといってもね、ドコモ回線を使ってるっていうことなんですよ。えー、なので、あのエリア、ね、例えばその山間部とか人口の少ないところでも、つながりが安定しているというのがね、すごい武器になると思うんですよ。 もちろん、このね、ソフトバンク、あの、速度はね、めっちゃ速くて、何の不満もありません。ただ、やっぱりね、あのー、まあ、人口の少ないところに行くと、あのー、通信が繋がりにくくなるので、例えばその場所でね、ライブとか配信するとなった時に、まあ、通信できませんから、そういう時がやっぱり不安なんですね。えー、そういう万一の時のために、このドコモの回線、U モバイルのね、ドコモモを使った MVNO、しかも、 上り回線が強くて、動画のアップロードに強い回線。これ、いうのがね、1個持ってたら安心かなと思って、契約を継続することになりました。はい。えー、現状のね、時点でも、もう上り速度はね、別にユーモバイル、何の不満もありません。で、あのー、この後ね、えー、来月になった時にトライアルキャンペーンが終わって、えー、ひょっとしたら速度がね、えー、下りも少し速くなるんじゃないかなと思ってね、 私個人的にね、もう下りはね、もう2 0 0キロ b p s ぐらい出てらば十分なんですよ。えー、YouTube のアプリを起動する。カメラファイライブを起動する。えー、それぐらいのね、通信速度があれば OK です。あとは、もう上り回線ですね。はい。上り回線さえ早ければ、えー、何の不満もありませんから、えー、こちらね、来月から 1GB プラン790円で契約しますけれども、えー、とですね。 まあ、通信費のね、削減及びえデータの、まあ、分散による節約ね、えー、そういったので、えー、効果がないかなと思って、えー、契約、えー、契約をね、継続しようと思っております。はい。ということでね、あの、また来月からそのまあ、通信プランが変わるんで、えー、それに関する使用感レビューなんかもね、また来月になったら上げてみたいと思います。 えー、そのあたりね、どんな風になるのか。1ギガプランだったらね、まあ、高速通信は1ギガあるけども、まあ、1ギガ使い切った後に、例えば上り回線なんかに挙動の変化がで,できるのかとか、あとは 200kbps のね、遅い回線でも、まあ、あ YouTube の動画のアップロードに支障がないのかっていうところもね、えー、チェックしながらやっていきたいと思います。というわけで今回は、えー、と U モバイル LTE 使い放題プランを 解約して、あ、えー、解約じゃないわ。契約変更して、えー、1ギガプランに変えましたよというお話でした、えー。この動画が何かの参考になれば幸いでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。